回は参照させた画像の顔をまるっとコピーしてしまうコントロールネットの新しいモデル IP アダプターフェイス ID についてご紹介します。こちらの機能を使用すると画像生成時に参照画像として渡した画像の顔を生成結果に反映することができます。そのまま反映するというよりは雰囲気も含めて再生成してくれる感じです。そしてフェイス ID に加えて従来の IP アダプターも併用できるのでこの2つを組み合わせていろいろと検証してみましょう。 IP アダプタークリップというプリプロセッサーですね。まず注意点としてそれぞれのプリプロセッサーとモデル使用するローラはこのように対応しているようです。 SD1.5 と SDXL とでも分かれているので注意してくださいね。ちょっとめんどくさいですね。例えば IP アダプターフェイス ID のプラスというプリプロセッサーを選択した場合モデルにはフェイス ID プラスとプラス V2 のどちらかを選択してプロンプトで対応するローラを呼び出します。プラスならプラスローラ、プラス V2 ならプラス V2 のローラを指定してください。この他にフェイス ID ポートレートというローラを必要としないモデルもあるようです。これらの導入方法や詳しい使い方は動画の最後で紹介しますね。じゃあ早速検証に行ってみようぜ。今回は SD1.5 用のモデルでの検証となります。まずはプリプロセッサーにフェイス ID プラス、モデルにプラス V2、ローラなしでどんなものなのか試してみます。これを見ると高ウェイトの結果が良いですね。比べてウェイト 0.4 以下の検証はいらないと思うので 0.6 から 2.0 で検証することにしましょう。姉様、ローラの適用なしの生成だけどこれで十分じゃない？そう感じる結果ですね。とりあえず SD1.5 用には4種類のモデルがあるのでそれぞれでコントロールネット側のコントロールウェイトの増減による差、ローラ側のウェイトの増減による差を探ってみましょう。まずはコントロールウェイトを探りましょう。組み合わせごとに生成していきます。こう見るとやはり高ウェイトが再現度が高いですね。しかし 1.4 あたりから上は画像的に破綻してきているかもしれませんね。ではこのままプラス V2 のローラを適用してみましょう。ごめんなさい、ちょっと見づらいですかね。この辺りがパッと見で良さそうなのでローラ適用の検証は範囲を少し絞りましょう。そうですね、再現度的にはこのラインがいいんじゃないですかね。ではローラを適用するならコントロールウェイトは1前後で、ローラのウェイトは 0.5 から 0.8 くらいを目安に調整するのが良さそうですかね。では次はプリプロセッサーはフェイス ID プラスのままで、モデルをプラス V2 からプラスの無印に変更して生成します。最初はローラなしです。おや、こちらは V2 に比べるとなんというか特徴は捉えているけど控えめな印象といった感じでしょうか。もう少し生成してみましょう。なんて言ったらいいんですかね、チェックポイントのベースとなる顔に参照画像の特徴が混ざっている印象を受けます。ローラなしだからじゃない？ではプラスローラをウェイト別に適用してみましょう。うん、正直違いがあまりわからないですが、こちらのプラス無印を使ってみた印象はバランス型ですかね。 V2 の方がとんがってる印象です。今回の検証では
ウエイトは低めでもある程度はいい結果が得られそうな感じですね。では次ですね。今度はプリプロセッサーを変えますね。プリプロセッサーがフェイス ID プラスからフェイス ID 無印になりますね。で、それに伴ってモデルの方もフェイス ID 無印に変更します。最初はローラを適用しないで生成してみましょうね。この組み合わせはさっきのプラス V2 とプラスの違いよりも明確にわかりますね。ローラなしでの生成ではコントロールウェイトをかなり上げないと再現度が低いようですね。この辺りまでは明らかに顔つきが参照画像と違いますね。ウェイト1あたりから徐々にリファレンス結果が混ざっていっているのがわかります。ではフェイス ID ローラを適用して生成してみましょう。おそらくこの組み合わせはウエイトを高めた方が良さそうなので、範囲を広めに検証してみますね。ここの画像が一番いいですね。ということはフェイス ID 使用時は基本的にはコントロールウエイトは1、ローラは 0.6 あたりで調整するのが良さそうです。では最後にローラがいらないというポートレートモデルを使用してコントロールウェイト別での生成結果を見ていきましょう。このポートレートモデルを使用するときはプリプロセッサーはフェイス ID となります。プラスがついてないやつね。ポートレートもなかなかいいですね。ただコントロールウェイト 1.4 あたりから破綻してきていますね。ローラがいらないってところがいいですね。正直ローラを指定する手間がないのはありがたいです。手順が面倒だとみんなに使われないですからね。この生成結果を見るとポートレートを使う時のウエイトは 0.8 から 1.2 あたりを目安に調整するのがいいですかね。あくまで画像にもよりますし、他のコントロールネットとの兼ね合いもありますので、都度結果を見て調整してみてくださいね。ところで姉様、最初のプラス V2 は結構いい生成結果だったと思うのですが、このポートレートとプラス V2 を比べてみたいですね。ではポートレートと V2 を上下で見比べてみましょう。 V2 の方はコントロールウェイト1固定でローラのウェイトを変化させますね。上がポートレートでの生成、下がプラス V2 での生成です。 V2 のローラありは最初の検証からコントロールウェイト1、ローラのウェイトは 0.6 前後が良さそうだったので、とりあえずコントロールウェイト1固定でローラのウェイトを増減させてみますね。見比べるとポートレートは正直若干効果が弱い気がしますね。かといって高ウェイトで使いたいけど画質が破綻していくので厳しいです。プラス V2 の方はローラ強度はやはり 0.5 前後がいいですね。あまり高くすると画質が破綻してしまいます。ではプラス V2 の方はローラ強度 0.5、 ポートレート側はコントロールウェイト 1.0 で見比べてみましょう。はい、ジェネレート。連続生成で参照画像と一緒に見比べるとポートレートの方がもしかして似てますかね。確かにそんな気がしますね。これはローラも必要ないならポートレートでいいじゃんってなるかもです。ただ参照画像と見比べないで生成結果を見ていた時はプラス V2 の方が似てる気がしたんですけどね。もしかするとプラス V2 は特徴を強調する傾向にあるのかもしれませんね。参照画像が変わるとまた違う結果になるかもですが、そうそう、この IP アダプターフェイス ID は従来の IP アダプターと併用できるんですよ。ここが今回の目玉だと思います。マジですか？ IP アダプターの検証動画作ってた時は IP アダプターをユニットごとに併用できなかったですよね。そうですね、今回のフェイス ID と従来の IP アダプタークリップは併用できるようです。なのでフェイス ID で顔をコピーして一緒にクリップでニュアンスや雰囲気をコピーして生成することもできるようです。これは革命的ですね。 IP アダプター自体
私は結構お気に入りでよく使っているので、できることの幅が広がります。ではまずはこの女性の画像を Face ID でリファレンスしてもらいます。今回はプリプロセッサーを Face ID、 モデルを Face ID ポートレートにしてみます。ウェイトは1です。次に別のユニットで IP アダプタークリップを選択したら、着物姿の女性をリファレンスして画像を生成してみましょう。クリップの方のウェイトは 0.6 にしてます。プロンプトには品質系のものなどを記述していますが、人物の造形に関するプロンプトは入れていません。では生成してみましょう。肌の色の差異が強いので、なんとなく微妙に見えますが、眉毛の形や二重の幅、形などは結構似ていますね。全体的な雰囲気は IP アダプタークリップの方で、着物を着たカラフルな画像を参照させているので、ちょっと和風の服装に花柄がプリントされているようです。頭飾りなんかは完全にクリップの画像の影響が強く出てますね。しかし、簡単お手軽にこのクオリティの構図が出せるのは、さすが IP アダプターですね。今回併用ができるようになったことで、さらに強力なツールに昇華したと思います。では次はこの女性の画像を参照させてみましょう。今回はプリプロセッサーに Face ID プラスを、モデルには Face ID プラスを、なのでローラはプラスローラを使用します。クリップの方にはこのバチクソネオンライトの画像をぶち込んでみますよ。ウェイトは 0.6 ですね。はい、ジェネレート。なるほど、確かに面影がありますね。参照画像と比べると薄味になったというか、アジア系とのハーフみたいな感じになっているような気がします。これはバチクソモテる顔じゃないですか。クリップの画像が強い赤系統のランジェリーっぽい画像なので、生成される画像も赤やピンク寄りのランジェリーな画像になるようです。ビビビッときました。この画像は危険なのでキープアウトで目隠しします。では参照画像はこのままこの女性で、モデルをプラスからプラス V2 に変更。クリップの方の画像をこちらのチェック柄の服装の画像に変更してみましょう。さあさあ、どうなりますかね。むむむ、やはりプラス V2 は特徴がさらに際立つ印象ですかね。眉毛の形を特徴として捉えていそうな感じです。まあ参照画像によって全然変わってしまう可能性があるので何とも言えませんが、プラス V2 とプラス無印では分かる程度に若干効果が違いますね。ところで今回のクリップ君もなかなかいい働きを見せてくれていますよ。なかなか生成するのが難しそうな服装でしたが、完璧に仕上げてきてます。しかも若干ドスケベです。言い方、ボイラはこっちの若干幼い顔も好きだぞ。おまわりさん、この人です。ちょ待てよ。じゃあ次は全く同じ設定で参照画像だけ入れ替えてみましょう。ドレッドヘアの人懐っこい顔つきの女性をフェイス ID にセットします。前回の IP アダプター検証動画で使用したこちらの骨女の画像をクリップ側にセットします。このような感じですね。プリプロセッサーが Face ID プラス、モデルが Face ID プラス V2、 コントロールウェイトは 1.0 のままでいきます。ローラのウェイトを今回は 0.4 にしてみますね。別ユニットの IP アダプタークリップのモデルは SD15 です。ちなみにプラスの方が効果が強い傾向です。こちらのクリップのウェイトは 0.4 でいきましょう。はい、ジェネレート。方法、髪型が違うから印象が違うけど、確かに同じような顔つきですね。というかさっきから猫耳が多いですね。猫耳要素はどこから来ているんだろう。フェイス ID で顔を強力にリファレンスすることで
いわゆるディープフェイク的な画像を生成することができ、なおかつ参照画像の持つ全体的なニュアンスや雰囲気も従来の IP アダプタークリップの併用が可能となったことで一緒にリファレンスさせることができます。これは AI 画像生成においてバチクソ強力なツールとなりましたね。では最後に IP アダプターフェイス ID の各種ファイルとローラファイルの導入方法を説明しますね。概要欄の URL からこちらの IP アダプターフェイス ID 用のモデルファイルとこちらのローラファイルをダウンロードします。 IP アダプター用モデルファイルはエクステンションフォルダにあるコントロールネット内のモデルスフォルダに入れてくださいね。スタビリティマトリクスの方はこちらのデータフォルダ内のモデルスフォルダにあるコントロールネットフォルダへ入れれば共有されます。ローラファイルは通常のローラを入れているフォルダに入れれば OK です。サムネ作っとくとパッと見で分かりやすいですよ。 IP アダプターフェイス ID の使い方はコントロールネットを開きます。そうそう、コントロールネットとイレブンイレブンは最新の状態にしておいてくださいね。まず IP アダプターにチェックをつけます。次にプリプロセッサーでフェイス ID もしくはフェイス ID プラスを選択します。次に対応するモデルを選択します。でここのドロップエリアに参照させたい画像をぶち込んでください。でイネーブルにチェックをつければ起動します。それでは皆様もこのフェイス ID を使って良い生成ライフをお過ごしください。ごきげんよう。またね。